こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、間取りをね、いろいろ考えるときに絶対に、避けては通れない、その水回り、そしてその洗面カウンターとかありますよね。この使いやすい洗面のスペースをね、どんな風に考えるべきかっていうことの、まあ一番基本的な話をしたいと思います。はい、どうですかね、最近こう洗面のカウンターをスペシャルに作るっていう人、ぼちぼち増えてきたかなっていう僕印象があるんですけども、まあ、これまでってやっぱり洗面ユニットという優秀なそのメーカーの除雪メーカーのとこが方々はよく考えられたね、600とか750とか900とか、まあ、あるいは1200とか1800とかみたいな、そういうカウンターを使うっていうことで、なんかいわばあんまり考えもなくこう家具を買うようにポンと買って、まあ、それに合わせて洗面をのその周辺のことをやるっていう方が、まあ、多かったと思うんですけどね。もうちょっとそれの中で使ってみた結果、なんかやっぱりみんな思うところができたみたいで、それがまあデザイン的なこともあるでしょうし、それがまだこう使い勝手いうようなこともあると思う。そういう中でこう思われてると思うんで、まあその辺に関して一つこう考え方、どんなふうに進めていくかいうことをね、僕はちょっと解説していきたいんですけども、まずですね、いつもより僕の板書き見てもらいたいんですけども、洗面スペースを考えるにあたって大きく言うとね、僕2つ方向があると思うんですよ。その一つが、まあ、いわゆるエレガントとかスタイリッシュとか言われてるスッとした洗面にするか、いいホテル泊まった時の洗面所ってびっくりするぐらい素っ気ないじゃないですか。でシャープでかっこいいじゃないですか。でも、まあ、あれはあれでまあ素敵やなとは思うんですけど、ただまあ自分の家であれがどうええかなっていうと、もう一つの考えが、いわゆる使い勝手機能性をもうとにかく優先していくっていうもんですよね。でこれによって洗面スペースっていうものに関しては選択が変わってくると思うんですよね。で今日の話は機能性を優先するときにどんな手順でやるかっていう、まあ、とこなんです。で僕はまずその機能性を考えた洗面スペースを考えるときに、一番最初にやってほしいことは、まずその洗面スペースにお施主さん自体が何を置かれるかってことなんですよ。これをとにかくできるだけ細かく将来にわたってを想定してもらえるのが結構いいんかなと思ってます。ちょっともうざっと書いてみたんです。これね、すいません、手書きのやつで恐縮ですけども、これ100ですか、10センチのライン、ボリュームのライン、20センチのライン、30センチのラインってちょっと書いてみたんですけどね、これにちょっとまあ洗面所に僕やったら置くかなと思うのを網羅的にちょっとババッとこう思いつく限り書いてみたんですけど、例えば石鹸とかね、それから例えば僕結構耳かきじゃなくて綿棒を使うんですけども、それからお化粧にも綿棒を使う人多いじゃないですか。この綿棒が綿棒の束みたいなのがありますよね。それから最近は石鹸も液体石鹸を使うことが多くて、そういうようなその液体石鹸のああいうもんとか、それから最近の歯磨き粉ってチューブやけどポンと立ちますよね、ああいうのとか、それからまあ当たりますコップね、こうニョジョってやるコップも、まあ1個か2個は絶対欲しいと思うし、それから当然歯ブラシも欲しいし、それからどうなんですかね、最近マウスウォッシュ言うんですか、モンダミンとかああいうやつですよね、もまあうちの娘なんかも当たり前に置いてますよね。それから洗顔フォームね、これはまあ洗面ですからね、顔洗わなあかんとこやから、当然それに対するただの石鹸じゃなくてちゃんとしたなんかお肌にそういうもんとか、それから、まあ、僕やったらこの T 型のカミソリですね、安全カミソリ、それからまあ、うちの家は僕以外女性軍ばっかりなんですけど、彼女たちはほとんどコンタクトを使うので、僕はコンタクトしてない分からへんですけど、だからコンタクトいっぱいいろんなもんいるんですよね、なんかケースもいるし、なんかこんなコンタクトなんか洗う液みたいなやつとかね、ああいうもんと、それからブラシもいろんな種類ありますね。一番傘が高いのはロールブラシ、まあ、僕こんな頭なんでロールすることはないですけど、まあね、娘たちはいろいろロールしてますわ、だからそういうのがあったり、それから僕が最近絶対譲れへんのが電動歯ブラシ。電動歯ブラシいいですね。
電動歯ブラシ今使ってない若い人多いと思うんですけど、ね、もう50代過ぎたら使うようになるよって感じなんで、それもあると思います。それから全く僕も用ないんですけど、ヘアアイロンっていうんですか、あの棒みたいなやつ、孫悟空が持ってるような、ああいう結構あれでかいですよね。30センチ超えますよね、あれね。あ、どこ置くねみたいな感じがあるんですよね。それからちょっとまあ僕なんかが最近思うのは、シェーバー、電気シェーバーって、まあ、これぐらいのもんや思うとったら、最近なんかカチョンって刺したら、自動洗浄自動殺菌してくれるような優れもんがあって、まあまあ大きいんですよ。優に30センチ弱ぐらいの大きさありますよね。でそれからまあ絶対いるドライヤーで、これまあドライヤーもこれまあね、立てて25センチぐらいも書いてますけども、ドライヤー結構でかいですね。あの娘たちが使うやつ、もう僕ね髪の毛少ないんでシューとか乾くんですけど、娘めっちゃでっかいドライヤーでバーってやらへんかったら、もう乾かすに時間かかっちゃわないって言ってるので、まあそのドライヤーもどれぐらいのものを何個置くかみたいなこともあると思いますよね。でまあ、あとは特に見てると、メイクを入れる、あれメイクもバラバラ置くの散らばるから、なんかこのね無印かなんかで売ってるようなメイクボックスみたいな、あれをこう何個か置いたりしてますわ。それからティッシュペーパーがね、ティッシュなんか洗面でいるかと思うんですけど、いるんですよね。いろいろお化粧するときはちょっといるみたいで、そうするとティッシュペーパーもストックも含めて何個か置くみたいな、まあまあ傘あるんで、そういうもんですよね。でまあ、でとにかくそのさっきも電気シェーバーの充電タイプとか電動歯ブラシとか、それからオーラルケアやったら何すかね、シューってなんかジェットで出るようなもんなんか、まあ、タンクがあったりして大きかったりするじゃないですか。ああいうその洗面に必要なドライヤーも含めた家電収納の場所っていうのが、この使いやすい洗面スペースにはめちゃくちゃ影響するんですよね。だからここをやっぱりこう置いといてほしいんです。でもっとね、なんかなんていうか体系的に言うと、洗面スペースって一番小さく考えても、さっきも言った歯磨くようなオーラルケア用品でしょ、それから髪の毛するヘアケア用品でしょ、それからお化粧するコスメでしょ、それからね僕なんかでちょっとなんかちょっとこんな湿疹出たらなんか軟膏塗りたいとか言ったら薬置いたりせなあかんし、まあうちの妻とか娘たちでコンタクトのなんか用品もいるし、それからまあ絶対いるのタオル類いりますよね。でこれが絶対ってね、でこれ以外を洗面に置く人もおるんですよ。で何か言うたら、洗濯に必要な用品とか、それからお風呂に必要な用品、お風呂と洗面近いこと結構多いんで、でそれからなんていうんですか、その洗面スペースっていうのは髪解いたりいろんなことするから、その体毛とかほこりとかそういうの一番落ちますよね。だから掃除がほんまに頻繁にいるから掃除用品みたいな感じで、そういうものもやっぱいるんですよね。でもっと言うとね、最近ペットをすごく可愛がってる人多いんで、この人間も洗うけどペットも洗うみたいな感じでペット用品も置かれる人もおるし、まあ大きいところで言うとヘルスメーターみたいなのも置くような人もおるかもしれないんですよね。なんで、まあ、そんな感じでね、意外と置くもん多いんですよ。でまた結構一個一個冷静に考えたら、傘が高かったりスペースがいるものが、あるいは電源とかいるものが多いんですよね。だからここのやっぱり確認がやっぱリアルにいると思います。でそれ考えんと、大体面積がここやからカウントがこんだけみたいなのは非常にこう最後で困るみたいな、そういう感じが僕はありますね。でタオル言うても種類ありますよね。一番大きいのはバスタオル、で次がフェイスタオル、ちっちゃかったらハンドタオルみたいなのがあって、でそれぞれに何枚ストックするかによって場所を取るんですよね。で少なくともフェイスタオルは洗面スペースのそばにないと具合悪いと思うんですよ。でそうするとそのタオルに関しては置くスペース、タオルのかけ方、リングがいいんかバーがいいんか、高さは低いのがええんか、カウンターより上がええんかみたいなことも含めた形で、何を置くかっていうことをある程度詰めておかないと、ここがあって初めて使いやすさっていうことになると思うんで、ここをやっぱりまず押さえてほしいんですよね。だって、まあ、これ結構やってもらうと、もうあこれちょっと今考えてる間取りやったらスペース少なすぎひんとか、収納を考えたらもっと棚とかそんないるよねみたいな感じになると思うんですよね。なんでぜひね、この何を置くかは絶対にちゃんと考えてください。でこれ結構一日の生活の中で大きいです。自分の
水黒い自分の面倒を見ることが大きいんでね、お願いします。でその上で洗面スペースを考えるときに、僕は大きく言うと2つあのポイントがあるんじゃないかなと端的には思ってます。でまず一番まず大事なことを言いましょうね。洗面スペースがこれ使いやすいねっていうのは、絶対にポイントはその洗面スペースのカウンターの高さですよ。こう高さによって使い勝手がまるで変わります。でそしてもう一つが、足置きのスペースなんですよ。でちょっとね順次あの解説していきますね。でこれちょっと図面で言うと断面ちょっとちょこっと書いてるんですけども、まあ、例えばですね、まあ一般的に多いのはだいたい床面から70センチ80センチぐらいにその洗面のボールの高さを持ってくるのが多いです。で鏡もだいたい当然つけられると思うんです。鏡の高さはだいたい床面から180センチと190センチぐらいまで鏡がある方が何かと便利と言われています。でこの中でですね、その高さに関しては、例えばあの洗面じゃなくて作業をするキッチンとか作業台で考えたときに、だいたいあのやりやすい高さっていうのは一般的な公式としてはね、その設計の主体になるあのご家族の身長をかける 0.55 ぐらいが一つ作業をする、まあ、キッチンなんか特にそうやと思いますけど、あのいいって言われてます。だから170センチの人やったら93センチぐらいになるし、160センチぐらいの人やったら88センチぐらいになるし、155ぐらいの女性やったら85センチぐらいになるってことです。でそれでいって、洗面は700から800があの設計の種に多いというのは、文字通り洗面なんで顔を洗うっていうことが満たす時にはそこまで高くない方がやりやすいケースがあるし、あの複数の家族が使ういうこともあって、まあ、その辺になっていることが多いと思うんですね。でそうすると、僕がその時に気になってくるものが、じゃあその洗面の高さが何ぼがいいのってことなんです。だからやっぱ背の高い家族もおるじゃないですか。うちはもう本当あのごく平均より、まあちょっと低いぐらいかもしれません。僕170ちょっと切れるぐらい身長なんでね。でもまあ競技の若い人やったらもう175とかあの普通ぐらいやと思うので、そういうので言うと、まあ、それによって高さもご家族によっては違う。でね、僕ね、あの洗面台の高さに関しては基本的に背の高い人に合わせて作っていいんかなと個人的には思ってます。でそうするとね、子供がなんか高すぎるんじゃあ言ったら台作ったらいいと思うんですよ。あの例えば僕なんか母と同居しますから、まあ、もう80代の女性と同居って、母も当然もう腰もちょっと曲がり気味やし、そんな背も高いわけじゃないから、僕にぴったりのやつで言うとちょっと低い、あの高いですよね。だから彼女にとってはちょっと一段薄い一段円ですけど作ってあげたし、子供やったらもっと大きせなあかんかもしれませんよね。だから実際僕子供がちっちゃい頃は子供のための踏み台で作ってました、自分で。でまあそれを子供が置きっぱなしにしてて、僕が変わる時に足をこうけつまずくみたいな、こうカーンと当たっていてっていうのもありましたけど、まあでも子供が置いとくことやからね、まあよいしょって言われてやってましたけど。でね、それと合わせて必要なものがちょっとこう絵見てほしいんですけどね。人間ってこう洗面を洗う時には洗面ボールに対してこういう感じに行くじゃないですか。そうするとあの多いのはこの洗面台のカウンターのこの突端からこう垂直に降りてくるような作りの時があるじゃないですか。特に洗面台っていうの多いんですけど、これってねちょっと一歩引いて変わらなあかんのですよね。でそうするとどうするか言ったら、僕みたいな厚かましい男はこうバーッと洗ってたらこう下ベチャベチャになって、もうまたパパもうベチャベチャにしてるって、まあ、あの怒られるみたいな。でそれがあるんで、そうなりたくないからちょっともう一歩前にって言って、トイレみたいなこと言うんですけど、一歩前にすると足が入らなあかんのですよ。でそうするとこの洗面所の足置きスペースが、まあ、僕の感じは20センチぐらいカウンターの突端より入った方が具合がいいんかなと。であの洗面スペースの下を収納で考える女性って結構いてて、もう目いっぱい取ろうとするんですけど、いやいやちょっと待って、これのスペースの一番の目的は顔を洗うことやから、その顔を洗うことにもうちょっとこう心砕いてほしいなみたいなところが、これ個人的にはこう思いますね。でそれとね、何ですかね、世の中にいろんな洗面ユニットあるし、いろんな
その洗面ボールあるんですけど、全部使いにくいです。もうまともに使いやすいやつはもう僕の経験ではちょっと怒られるかもしれない、あんまないですよね。あのこんな写真のやつみたいにこうなんかちっちゃい洗面器ぐらいの洗面器ぐらいのやつあるけど、あれを洗面器代わりに使ってる人って僕あんま見たことないんですよ。なんでか言ったらこうビシャーっとこう顔洗って洗面器代わりに顔洗ったら散るから、あれ嫌われるんやろね多分。だからどっちか手洗いだけで使っとうみたいな感じのやつも多いんで、でね、ちょっとあの話が前後しましたけどね、僕その洗面スペースにはぜひね洗面器使ってほしいんですよ。あの洗面器って言葉ももはや死語かですかね。あの本来の意味みんな忘れてません？あのお風呂で入ってるあの洗面器はどっち、あのお湯体にかけたりする方に使って、顔を洗うような今シャワーがあるから少なくなってると思うんですけど、この洗面スペースや洗面器があったら重宝ですよ。いや本当に純粋に顔をこうちゃんと洗って流すことを考えたら、あの蛇口にこう手をこうやってこうやって何回もやるのって水ももったいないし、あのまあまあこうやってやってあのジャ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 と落ちてくるし、こうまあまあこう効率悪いんですよね。で僕ね、そのあのちょっとすいませんね、話ものすごい脱線するんですけど許してくださいね。あの僕その男やから自分のこのスキンケアなんか考えたこともなかったし、あのね、あのかぶれた時だけに軟膏を塗るぐらいでそんな化粧品もほぼ使わへん男やったんですけど、50歳を超えた頃からね、ある時そのエステシャンとかですかね、エステをやられる会社さん の女性の社長さんとこう名刺ができて、こうあのいろんなこう世間話することがあった時に、あの僕の顔をじーっと彼女が見てね、毛穴が汚いって言われたんですよ。失礼やなこの人と思ったんですけど、あのあれよって、森田さん、森田さんの年になったらもっと顔ちゃんと洗わなあかんよって言われて、えって何すかそれって、いや男の人ってそういうのガサツな人多いんやけど、あの顔はちゃんと洗った方がいいよって、ああそうなんすかってでいろいろ言われました。であので、どう何がポイントなんですか、いやまずはそういう洗顔をするような優れた石鹸とかでちゃんと泡立て、きめ細く泡立ててこうちゃんと洗って、それもこんなガシガシ洗うんじゃなくて優しいこんななんかこう回すようにして洗いなさいとか言われて、まあ、女の人を聞いたら当たり前じゃんって言われるかもしれないけど、僕そんな全然知らなくて、でやってそれで一番肝心なことはね、しっかりゆすぎなさいって言われたんですよ。はあ、でいやどれぐらいすんだらいいんですかって、もう分からへんから、もう40回とか50回ぐらいゆすぎなさい。え50回、いや僕それまで の洗面台で顔をゆすぐってペッペッって3回ぐらいやったらもう大体終了って感じだったんですけど、それではあかん、それでは石鹸が流れへんって、もうそのもう4、50回やるぐらいの気持ちでやりなさいって言った時に、えら怒られたんでね、まあほなちょっと話聞いてみようかな思って、あの洗面台でやってみたらね、こうやって蛇口ってやってこうやって50回無理っすわ、そんなもうべっちゃべちゃになるし、この辺水ももったいないから、で考えてそうやって言ったら、その洗面器があるでしょって怒られたんですよ。あー確かに、せやから洗面器言うんやって、あのようやく思い出したみたいな感じですわ。なのでね、あの洗面でしょ、洗面スペースでしょ、でもっと洗面に特化した方がいいと思うんですよ僕ね。でそのためには、あの洗面器を使える洗面カウンター、洗面スペースの作り方をした方がいいんじゃないかと思います。そうすると決定的に思うのは、あなたが選んでる洗面のボウルとかシンクは置きやすい、その洗面器どこに置くように考えてるってことなんですよ。なんでね、あのまあちょっとあのオーラルケアに続いてちょっとこえらい近く入れ力を入れてしまうんですけど、僕まあそんな全然美男子でも何でもないですけど、その洗面をしっかりするっていうことを教えてもらってから、あのあの女社長にちょっと見せてみって検査されて、だいぶ毛穴きれいになったわとか言って言われて、それからね、あのなんか気がついたらちょっとぐらい肌マシになったかなみたいなで僕思うんですよ。あの多くの女性そんな感じで洗顔されてますって、いや、やられてたら大きなお世話ですよ。でもね、まあ、あのそんなにあのされてない人もいらっしゃるんかなと思うと、あのまあその女社長曰くは、
あのね、森下さん、高い化粧品とかそんなことにお金かけるよりはちゃんとした石鹸を使ってしっかり洗顔した方がお肌にはもう何百倍もいいのよって、まあ僕じゃないですよ、その専門家がおっしゃってたんで、そういう意味で言うと洗面スペースやからね、あのそこをその本文をみんなよう考えてほしいなっていうのがすごい思うんです。でそうするとその洗面器を置けるとか水性の高さがどうとかで、よく最近はカウンター面から水栓が出たら散って、水栓の根元って洗いにくいので壁出しにしたりとか、洗面器ってやったら上から出たりするような優れたやつもあるじゃないですか。でその時には今度鏡の高さとか、例えば鏡もね、大人にちょうどいい高さやったら子供が顔映らへんとかなったら鏡下までしてくれっていう方結構いるんですけど、そうするとそのなんで水栓と干渉したりもするんですよ。で干渉したりするし、その鏡の後ろのスペースがもったいないから言って鏡の裏を収納にするってことも結構あるでしょ。でそうすると前出てくるから余計にややこしくなったりするので、そういうことも含めて鏡が出すぎて顔が洗いにくいっていうことにこれならへんかなっていう。だから洗面スペースで洗面をするという生活習慣ない人からしたら何も全然関係ないやんと思うかもしれんけど、僕ほんま余計なお世話なんですけどね、ちゃんと歯磨いた方がええよって年取って歯が悪くなったら思うし、それから本当に年取って全然自分のそれ衰えになった時にちゃんと、あそうか、顔はしっかり洗うとか手しっかり洗うってとっても重要やなんやなって、ほんま小学校の時に知っとけよみたいなことをやっぱりこの50歳60歳なんて思うのでね、ぜひまあそんなん分かってる人多いと思いますけども、まあちょっとそんなことを洗面スペースの使いやすさの本文に入れておいてほしいんですよ。でその上でもう一つが、複数の人で洗面を使うとか他の用途にも使うということも考えて洗面は考えたらどうですかってことなんです。でこれがよく家族が多かったらね、朝この顔洗うタイミングが一緒で歯磨くタイミング一緒でラッシュになるってあるじゃないですか。で洗面ボールを1個取り合いするみたいなのがある時に、このよく言うのは2連ボールってやつです。そうすると2人並んで、子供と並んで歯磨いたり、こっちでお化粧しててこっちで顔を洗ってるみたいなことができるみたいな形で、そのぐらいの寸法感で言うと、まあ、大体1500ぐらいの広さは、まあ、あった方がいいかな。で2連ボールの一つの欠点の中に、2連ボール作ってる人にいいんやけど、子供も育ったりしてるいうこともあるかもしれないけど、今考えたら2連ボールあるんやけど1個しか使ってない、1個がもったいない人もあって、その時にじゃあどうやったらよかったんですかねっていう時がこの写真であるような感じで、大きなこう、これはサワーカンパニーさんの商品ですけどね、このこういう形でもうそれは広い2人並べる大きなボールなんやけど、蛇口だけは2つでボールは1つみたいな形態も、まあこの2連ボールに準ずるものとしていいと思うんですよね。でさらに僕はちょっとこうピンポイントで商品名でおすすめなのが、 TOTO さんが作ってる SK106 って結構有名な洗濯流しがあるんですけど、これってこの写真こんな感じですけども、よく学校の理科室の中の大きい平たいシンクあったじゃないですか、陶器のあんなんとか家庭科室のところにあったようなやつですよ。でほんまシンプルで何もそのあれないですけど、これがいいのはですね、もちろん洗濯にも使えるし、洗面器もポンと置けるし、そしてワンちゃんをね、最近よく飼ってるから、ちょっと洗う小型犬とか中型犬ぐらいまではこれ結構洗えるんですよ。まあもちろんその人間が使うところに犬洗ったりせえへんっていう方はあかんですよ。でももうもういいや、家族同然やんかそれでいいんやっていう人やったらそういう使い方もできます。でそれであとはまあそういうことで言うと、使い方で気にしてほしいのが、さっき言いましたサンワカンパニーさん の 2連のボールっていうのはベッセルタイプって言って、カウンターの上にこんな箱みたいな感じでパコンと置くやつなんですよね。でこれ結構今流行ってるんですけども、カウンターの高さの最適化考えてベッセルを置くとさらに高くなるんですよ。もう10センチとか13センチぐらい高くなること多いと思うんで、ちょっとその時はカウンター高さは低めにした方がいいかもしれないので、ちょっと気にしておいてほしいんですね。でそれからシングルレバーもさっきちょっと言いかけましたけども、鏡とか鏡収納がある場合はシングルレバーが当たるとか
なんか顔洗う時に結構邪魔するとかってもあるので少し注意をしてほしい。であとね、最近ね、あのグースネックっていうのを好む人いるんです。こんなこうあのね、グースの首のような感じでこうやるやつで、あのかっこいいでしょこれね、ピュッとこうなるのね。あのこういう時は高さがあのやっぱり27センチ上がってくるので、これもやっぱ鏡との距離とか邪魔になるとか、竿が邪魔にならへんとかいうのもありますので、そういうとこ気にしていただくと、繰り返しますよ、洗面スペースですから、洗面するためのところなんですよ。だけど多くの人は洗面ということを機能的にしっかりやり込むことに対して頓着ないっていう感じが僕印象を受けるんですね。なんでそういうふうなことを頭に置いてもらって、まず何を置くか、それが機能的には網羅されて使いやすくあるね。だから歯ブラシは正面に置いた方が楽なのか、それとも横の方が取りやすいのかって、これみんな好みもあると思うんですよ。ドライヤーはここにかけといた方がいいのか、それともあのホテルみたいに引き出し開けたらドライヤーとかアイロンが入ってるみたいなのがいいのかみたいないうとこもあるので、それからも僕はもう今回一番ちょっと注意してほしい、洗面器使うとあの顔はすごく洗いやすいよ。で洗面器置くとこを、ね、お風呂ユニットバス計画するときに洗面器どこ置こうって考えへん人一人もおらへんと思うんですよ。でもね、洗面スペースで洗面器置くとこどこ置こうって考えたことあります？僕最近打ち合わせしたお客さんでそれのこと思ってる人ってあんま会ったことがないので、あのぜひちょっとそういう視点もあると、あの繰り返しますよ、年取ってきたら変わった方がいいからね。で若い女性だってスキンケアの一番根本は洗顔やって、その僕じゃないですよ、その美容の先生がおっしゃってたんで、あのねやっぱ美を追求するのが女性たちだと思うんで、ぜひねそういう意味であの考えて計画してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと長い話になっちゃいましたけど、まあ、こんな感じでなんだかんだ家づくりについていつもお話をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。